1615年5月大阪夏の陣始まる。お待たせいたした、これにて開幕、徳川家の時代が始まるぞ。お式もしますが、もはやしょうがない。まあね、そんな西洋の玩具に大和の刀が負けてなるものだ。ようこそ大阪城へ。お前は逃げ続けねばならん。え、お前が生きて真田を世に残せ。踏ん張るまとめ、もう間もなくだ。和議が真田にとって最も苦い決着だからだ。はっ、何くそー。ほら、全身で声を張り上げる。そんな方法、俺が一番有効なんだ。潮は頭のてっぺんまでグイッと引き上げ、恐怖を追い出すわけだ。シャトルプロデュース。